こんにちは。マスク政策の説明をしていきます。50×50cm の生地を中表に半分に折ります。返し口を10cm ほど残し、周囲をミシンで縫います。端から 0.7 センチのところを縫います。布の向きを変えるときは、一旦針を下に下ろしてから、向きを変えてください。返し口を縫い残すために、ここで一旦切ります。間を空けて、また縫い始めます。縫い始めは返し縫いをしてください。ここも針を下に下ろしたまま向きを変えてください。返し縫いをします。表にひっくり返したとき、角をすっきりさせるために四隅をカットしておきます。あらかじめ縫い代をアイロンで割っておき、返し口から手を入れて、角の縫い代を本体側に押さえながらひっくり返します。返し終えたら、全体にアイロンをかけて形を整えておいてください。次に返し口をミシンで縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをしておいてください。次に半分に折って印をつけます。この中央のところが約2センチ間が空くように両端から中央に向けて折ります。だいたい 11.5 センチになります。布が動かないようにクリップで留めておいてください。
縫っていきます。布端から1センチのところを縫っていきます。もう一辺も同じようにします。縫い代を折ってから表にひっくり返すと角がきれいに出ます。このように折ってひっくり返します。表から角を引き出すときは目打ちを使ってみてください。次に、入れ口を安定させるために、両サイドをミシンで縫って押さえておきます。ここは、返し縫いを必ずしておいてください。反対側も同じように。
ほぼ出来上がりです。あと少し。アイロン接着用のマジックテープをつけます。センチカットしておきます。だいたいこのあたりに置きます。先ほどの状態のまま生地の上からアイロンで押さえます。ひっくり返して反対側からも同じように押さえます。アイロンを動かさないようにしておいてください。完成です。手作りマスクや市販の使い捨てマスクもこのように収納できます。汚れても気軽に洗えるし、便利ですよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。